ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、三陸フィッシュペーストさんで出してるプルカマン。プルカマン。この辺に表示します。生産うん。ラインというか、どうやって作られてるのかっていう話なんですよ。はい。それをちょっとこう見せてくれるってことだったんで、今ですね、おいぜん商店さん、静川にある、工場に行きました。はい。で、今日は、そのプルカマンが、どういう風な作られ方をして、どんな風になってるかっていうのを、皆さんに見せていただけたらなと思います。はい。で、まあ、これからね、それがこう、進化、きっとしていくと思うので、まあ、あとはね、その衛生状況とか、そういうのがこう、見れることで、安心して食べれる、安心して使えるっていうのもね、お伝えしていけるのかなと思いますんで、はい、僕らも楽しみに見ていきたいなと思います。はい。はい、皆さん何かありますか？気になるんでね、やっぱりどういう工程で、はい、あの形になってるのかっていう、うんうんうん、なるんで、やっぱりそこは見たいなと思って、今日ワクワクして朝起きましたよ。なるほど。うん。ちょっと。なるほど、ね。うん。僕は誰かとデートしてる。夢お願いします。夢お願いします。はい、じゃあ今から工場の見学行っていきたいと思います。ちゃんとね、こういう風にこう衛生状態きれいにしていかないから、はい、今お借りしました。最初から常温で唯一ね、食べれるかもだからできることですけど、すごいですね。そんな会社様の見に行きたいと思います。見に行きたいと思います。じゃあ行ってみましょう。すでに面白い。うん。いきます。やばいね。すごいね。懐かしい光景じゃないですか。あ、結構学校の子とかも来てるんですね。工場見学結構来てます。中まで ご案内します。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。あ、ちなみにこれ映してください。そうです。違う、かまぼこになる業者です。へえ。全部釣るんでしょ。全部釣る。お前ですか。プルカマンで。プルカマン全部釣っていく。スケソンがメインですよね。ね。うん。25度です。マイナス25度。マイナス25度。じゃあ、また。またじゃねえよ。おー、寒い。これいいですよね。こういうブロックで。すごいな。ブロックで入ってくるんだってやつに。おお、こうやって入ってくんだ。うん。こっから皮を作っていく。ああ、すごいな。でも、もうずっと乳首立ってる。ちょっと。冷凍するに失敗。本当にいろんな人形ある。そうですね。ダメなのもあるんだ。ここは何ですか？ここは計量室になります。計量室。調味料測ると。おお。ああ、これね。一番大事なのは塩。おお。やっぱ味付けの塩。塩入れないとかまぼこにならない。塩入れないとかまぼこにならない。なんない。なるほど。塩が大事ってこと、ね。これは知らんね。冷凍のブロックのここで。回転して、あの、階段する調合する。すり身を混ぜて調合するとか。すり身を混ぜて調合するやつ。内回帰。内回帰。すごい。ちょっとかっこいい。そこにまっすぐ見るとかっこいい。うん。おお。なるほど、こうやって回るんだ。すごいよ、こうやって回るっていう。うんうんうん。すげえ。なるほど。で、抜いていくんだ、あれで。うん。抜いて、まずこんな感じで。こんな見れないよ。見れない、見れない。こんな見れない。ああ、これが混ぜるやつね。具材を入れて最後調整する。すごい。
げえ。いいね。匂いがいいね。非常にいい。これは牛タン。牛タンかも。これ牛タン。美味しそうだな。すごい。これ終わったらこっち行くの。あこれはそこで片付けて焼くんだよ。ガス、電気、で熱がこもるから。逃がすための二重ダクト。結局違うじゃん。電気ガス電気だから、そのエネルギーが逃げなくなっちゃう。あすごいな。すごいな。おおで、ここに行くんだ。すげえ。どんだけもらえるって。おすごい、これプルプルしてるもん。やばいやばい、熱いんで気をつけて。あ、本当だ、ホットホップ。おあ、ありがとうございます。熱い、お茶、いただきます。うわ、すごい、すげえ弾力。弾力すごいね。うわやばい、ブレてた。いただきます。はい、マジで。え、歯応えがめっちゃ、牛タンの味もめっちゃする。美味しい。美味しい、ありがとうございます。揚げ玉もやったんで。アジとイワシで作ったジャコテン。アジとイワシね。そう、ちょっといただきます。まずね、いい匂いする。匂いがいい。お弁当に入ってたら嬉しい。いただきます。お弁当とかもいいね。お弁当は、うん、おいしい。なにこれ、うまっ。なんか感動、すごいね、反応してるよ。いろいろ食べさせてもらって、最後の方熱で殺菌する部屋。はい。二次殺菌の部屋。なるほど。一回加熱して袋に入れて真空したやつを気持ちするために
袋の上からお湯でずっとこう袋ごと入れて、で冷却すると真空包装が完成、冷蔵庫で1ヶ月とか、そこでやって菌が死滅するから、真空だけしても気持ちはしないので、そこでちゃんと熱を加えて、表面の菌を殺して初めて真空包装って言われる商品になります。ただこれでもやっぱり冷蔵庫が必要なので、さらにここから進化をさせて、今は常温で持ち運べるっていう。すげえな。ここまでね、菌を殺すために真空とかにするわけだけど、さらに上を行ってそれしなくても生きれるっていうものを作ってますから、えげつない、えげつない、すごい。これだね。ね。おお、おせち。はい。わ、すごい。綺麗っすね、はい。やっぱこれ職人さんがやってるんですか。そうですね。これ手作り。最高の。綺麗だね。あ、そんな感じで作ります。なるほど。あー、綺麗。すごいな。いろんな種類あるんですね。チーズ、シソとか。そうですね。こういうパッケージになってる。かわいいね。さっきのタコ中華は。かわいいね。かわいい。パンダとかチーズもあるんだね。これ絵は社員さんとか考えてるんですか。いや、絵は社員が描くときもあるし、あとデザイナーさんに描くときもあるんですけど、応募してみればいいんじゃない、竹さん。うん、行こうかな。行こうかな。行ってもいいかな。これがまあ、食べ物さんに描く。うん。かわいい。チーズ丸ね。あ、でもこれ、美味しいんで、これも食べてください。おー、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。チーズまで。じゃあせっかくなんで今行っちゃいますか。行っちゃって。はい。せっかくなんで今行っちゃった方がいい。ではいただきます。かわいいね。かわいい。うまい。まあ見たらわかるうまいやつやん。あ、うまいなそれな。今度はワインですね。ワイン、ワイン飲めないけど。ハイボールで。うまいなそれは。絶対。すみませんなんか。はい。でも美味しい。あとここは出荷です。出荷場所。へえ。あと一年で。ちょっと待ってね。生放送の方々をお手入れする部屋なので、ここも本当に一番綺麗な部屋になってます。あの紙の袋に、そうですね。はい。こういうね。ここマックス警戒地域。そうです。ここはマックス警戒地域で外科手術ができるぐらい。ああ。袋に入れてしまえばっていうところなので、そこまで。放送室全この間の部分ですよね。ここ昔はなんかもう全部きれいにしないといけないとか、あの色あったんですけど、今はもうピンポイントで、ここだけはもうものすごくきれいにしておかないとっていうところにガッと力を入れて、そんな感じ。最後の取り入れですかね。そうですね。ここは、まあ、ここはきれいなところだからって言って、あのバイトのお姉さん方とか、
おばさん方とかにも言うと、うん、で今日はこの人とこの人行ってって言うと、なんか見たくれが綺麗な人しか入れないと思ってたらしくて、うん、マジで、そういうこと顔が綺麗な人じゃないと思って、選ばれた人なんかすごいこう特別室みたいな感じで意味が変わるそっちの綺麗じゃなかったからまあいいやと思って喜んでた、はい、ありがとうございます。そのままに一周してきたってこと。そうだね、そんな形であり喜んでもらえる、うん、キンキン一時 100% で作りたい、いけそうな話で、だから1枚700円したエグエグだった。この絵も従業員の感じ。マジですか、すごい、すごいっすよ、うまいね、チェーンロン、うまいね、うん、この字は知り合いが書いてくれてました。みんなの方がすごいっすね。お疲れ様でした。お疲れ様です。ということで、はい、今回はこちら今話題の釣り餌プルカマンシートとプルカマン、シャットを、うん、作るオイゼン商店さん、あとはサンリクフィッシュクエストさんですね、あとカネセンさんの工場ですね、うん、に、行ってまいりました、はい、そこで作られるかまぼこの製造工程を見てきました、はい、まあまあね、その衛生管理ですとか、うん、もともと常温でもね、日持ちするかまぼこを作れるとか、うん、そういった技術がね、詰まった工場だったんで非常に勉強になりましたね。勉強になりました、まあ、あとはね、あの正直な話、美味しいものばっかりで食ってばっかりましたねお前ら何してんだって話なんですけど、切ってばかりね。仕切りでこれ、あ、美味しそうですねって言ってもらう。見つけると、これマスっすねっていうのは、食べていいよって言ってもらえるんでね。味しめた感じでしたね。ちょっと、ホイドみたいな感じ、うん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すごい楽しかった。はい。なんで、まあ、こういった感じで、ちょっとね、工場見学とかもいろいろして、うん、三陸フィッシュペーストさんとも一緒にやってみたいです。うん、あとはいろんな工場さん、なんか、私たちでよければ、あの見学させてくださいそんでこういろんなね商品とかやっぱり大事にしてると思いますんで、うん、その大事にしてることを伝えていけるような、うん、ことをね我々もちょっと協力してやっていければと思います、はい、概要欄とかいろいろ書いておきますんで、はい、あとはコメントいただければ、私たちインスタとか、うん、Facebook、Twitter もやってますんで、あとは DM ね、はい、もらえれば対応させていただきますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日は楽しかったです、ね、楽しかった、美味しかった、最高でした。皆さんもね、ぜひあのプルカマンシャット、プルカマンシートね、はい、使って、まあ、餌に負けないかまぼこみたいな感じですかね。そうですね、またルアーとも同じように使えるっていう、うん、まあ、今後私たちも使っていきますんで、はい、ぜひ使い方とか気になった方は、見てもらえればと思います、はい、まあ、こんな感じで今日は終わりにします。そうですね、はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。あ、そうですか。